皆さんこんにちは。ヘルパチャンネルのずんだもんなのだ。今回はイベントの速報動画なのだ。2023年2月27日の17時頃から4月10日までエッグハントというイベントが開催されるのだ。イベントでどんなことをやるかはまだ不明だけど、昨年と同じならフェイトをクリアしてフェイトでもらえた報酬とイベントアイテムを交換する感じになるのだ。今回もらえるイベントアイテムはトンベリの被り物や服装一式、驚かすのエモート、エッグハント2023のポスター、そしてこの動画で流れている BGM のオーケストリオンフなのだ。こういったシーズナルイベントでもらえるアイテムは基本的にはかなり後になってから課金で買えるようになったりするけど、ゲーム内で無料でもらえるチャンスは二度と訪れないから、できる限り参加しておくことをおすすめするのだ。クエストの受注場所は例年通りグリダニア旧市街地のミーケット野外音楽堂なのだ。そこでジリ、アリア校に話しかければクエスト開始になるのだ。ちなみに受注条件はレベル15になっているので、まだレベルが足りていない初心者さんはイベント開始までにレベルを上げておくのだ。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。